ないかさ。ここからは俺に任せてくれ。でも信じてくれないか。ちゃんは怖くないの？え？いや、ライカさん、今はんなこと言ってる場合じゃ。答えて、クロウちゃんはなんで戦えるの？怖くないの？おい、あまりグズグズとは。怖いよ。だったら。だけど、何もしなかったらヤバいって分かった。それでも何もしない。やっぱりその通りになってしまう方が怖い。お願いします。任せとけって。ある。ようやくか。では行くぞ。憎悪の空より来たりて。状況を報告しなさい。本日201に36番区にて大規模な魔力反応発生。現場をリアルタイムでモニターしているのがこの映像です。怪獣映画。魔力反応はすごいけど、生命反応の方がなんちゃ曖昧と聞く。クロウちゃんの報告にあったページモンスターってあれかもな。実際、現場に遭遇したらしい大獣児さんがデモンベインをコール。はい、たった今マテリアライズした模様です。何の断りもなく早速ですか。この状況では致し方なきことだ。分かっています。デモンベインのステータスをモニターしなさい。本基地は状況に応じ術的なサポートに回ります。了解しました。皆さん了解。やあ、ラジャーです。先ほど、あの怪物はブラックロッジの破壊ロボを一撃のもとに粉砕しております。危険な相手です。破壊ロボを超える敵。
まずいぞ。わかっている。脚部シールド解放。動きを止めるぞ。わかった。捕獲結界展開。アトラックナチャ。
十字さん、何をしているのです。立ちなさい。お待ちください。デモンベインの2時の方向より急速に接近する飛行体の反応があります。この反応はおそらく
ママ。こんな世界もういらない。壊しちゃえ、全部壊しちゃえ。パパ、ママ。アリス。いけない。あの怪物の上には女の子がいるのでは。そうや、あれはいくらなんでも危険すぎるやろ。大十字さん、怒りで自分を見失っている。大十字さん、大十字さん、落ち着きなさい。こんなことは許されなくてよ。
それは所詮子供の論理。夢の力も目覚めの前には儚く消えゆくが定め。さあ、道化芝居もこれにて閉幕。怖いか、アリサ。デモンベインが怖いか、俺が怖いか。クロ、何を。ガキンチョどもが怖いか、ライカさんが怖いか、メタトロンが怖いか、世界の何もかもが怖いか、全部死んでしまえばいいか、壊れてしまえばいいか。お前を愛した、愛そうとする、助けようとする、そんなみんなも怖くて大嫌いでぶっ殺したいか。当たり前だ。心を閉ざして何もかも信じてねえんなら怖くて当たり前だ。なのにあれか、自分のことだけは信じてもらいたいってか。ちょっとでも自分を怖がらせるやつはぶっ壊そうとする、そんなやつを信じろってか。わがままも大概にしやがれ。みんなだってお前が怖いんだよ。違う、私そんな。みんな怖いんだ、みんな世の中怖いもんだらけなんだよ。怖くて、でも歯食いしばって必死で我慢して一生懸命生きてんだよ。そんなこともわからねえで切れてんじゃねえ。クロは、でもいいんだよ。いじめられたら泣いて叫んで歯型が残るほど噛みついてやればいいんだ。怖いんだって、なんでいじめるんだって、そいつに直接怒鳴ってやればいいんだ。でもやりすぎちゃいけない。やりすぎたら今度はお前が相手をいじめてることになるから、正々堂々と真正面から泣いて怒鳴って殴って引っかいて噛みついて、お互い散々やり合ってすっきり仲直りして、それで。友達になればいいんだ。でもやっぱり怖い。私のことものすごい力で殴ってきた大人の人もいた。泣いているのに、痛いって言ってるのに、何度も。
なクソ野郎。俺がデモンベインでぶん殴ってやる。言ってることと違う。クロお兄ちゃん。クロお兄ちゃん。